取り調べ中だったんですけども、担当の刑事さんがお疲れのようで、調書を書きながらね、居眠りを始めたんですよ。で、私もじーっと見ていましたら、そのまま1時間、居眠りをしていて、そして気がついたように目を覚ましてですね、今日は終わりましょう、と言ってましたね。刑事さんも、お疲れですよね。取り調べって二人っきりなんで、基本的に。他の人の目が行き届かないんですよね。ですんで、ちょっとリラックスしたんでしょうね。そんなことが私の体験でありました。いってらっしゃい。